しましたこれ。えらいことなんかしましたこれ。国でも収めました俺なんか。なんかしょ。俺天皇かなんかさ俺。いやいやこの汚れは何も関係ないですよ。ここに来て何も関係ない。頭が来てる。頭が来てる。シート絶対届かないですから。中堅ですね。中堅ですね。96年組。問題児の多い。問題児の多い。チームの中では結構勝の声と友也の声がよく聞こえる印象があります。いやいやいや、そんなことです。過激そう言ってますから。アンディちゃんの元知ってる選手は元からですか。志村、コウと2期ぐらいですか。コウは高校の時の高校選抜でしたね。それとも96年組で。そう、何年ぶりかな。高2以来だから。高3。カッツォー。それで10年ぶりぐらい。アルディーヌに入るにあたってよくしてくれた人はいますか。ニキ。いろいろ教えてくれたから。ニキ。不動産教えてもらったっす。おお、なるほど。あと、袴田くん。言うたろ。はい。おお。なんか連絡くれて。なるほど。頑張ります。頑張ります。じゃあ、時間交代し。はいはい。
若くなった。めっちゃ、はい。キーパーは最後真ん中つけ、ちょっと傘はやってる。傘くんで、コウくんが北九州の時やってる。あ、一緒になる。マナフは初めて。そうですか、じゃあ。いや、いいんじゃないですか。いいじゃん。みんな、一人一人、違う個性だった。厳しく結構追い込んで。キーパーはやって何本ポジションなんで。自分の埼玉はどうですか。居心地いいです。実家近いし。稲町魅力発信大使。バラサミットが5月に行われます。ぜひ皆さんお越しください。僕の最寄り駅の羽抜駅ってところのクレープ屋さん。はいはい、でっかいクレープ。はい。インスタとかで見る。稲町来たことあるだろ。狭山。稲学園とか分かるでしょ。八王子だから。カットされちゃうよ。地元分かる。ルペゼン八王子っす。ルペゼン稲町。八王子の方が多分強いと思うんだよな。八王子の方が多分強いと思うんだよな。サポーターの皆さんにも稲町で今年は行ってもらって。マジバラサミット。いやしましょう。5月バラ祭りもあると思う。ベビーカステラ食べてください。以上です。マナフに回します。ちょっとじゃあお願いします。サポーターの皆さんですか。はい、まあ八王子もいい街なんで八王子の PR 大丈夫です。大丈夫ですか。キャンプのキーパーコーチは私なんですけど、どうですか、のりさん。そうですね、まあ、僕3年目で、まあ、3人プロ入ってから3人目のキーパーコーチということで、まあ、またなんですね、新しい僕の引き出しがどんどん増えていってるっていう、すごい充実した、もう指導して1ヶ月ちょいですけど、まあ、とても充実したキーパー練習になってます。すごい4人とも仲良くて、すごい楽しい日々を暮らしてます。キーパー以外も新加入選手多いですけど、仲良くなった選手とかいますか。そうですね、とりあえず、まあ、上田優太は、まあ、もう射程みたいな射程ですね、俺の。はい、どれした引っ越しです。まあ、ほぼ早生まれなんで同い年ですけど、まあ、仲良く、まあ、そうですね、若手アンダー23のあの選択組はみんな基本的には労働して教えてあげて、はい、仲いいです。仕事してあげて、はい、はい、じゃあ最後、今シーズンに向けた意気込みをお願いします。そうですね、まあ、今シーズン、まあ、昨シーズン、まあ、J3 に興奮してしまったということで、まあ、僕自身、まあ、昨シーズン何もできなかったんで、まあ、今年こそはしっかり試合にどんどん絡んでいって、まあ、僕自身の力でチーム勝利に導いて、今シーズン絶対 J3 優勝したいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうカットでお願いします。カットカット。